片岡秀彦は、日本の企画家、コミュニケーション、戦略 PR、プロデューサー、コラムニスト、株式会社東京片岡秀彦事務所、代表取締役、東京ウーマン編集長、プロフェッショナルダン編集長、東京都女性ベンチャー成長促進事業、APT ウィメンメンター、東北芸術工科大学広報部長、企画構想学科教授、 国際 NGO 世界の医療団広報責任者。一般社団法人日本アドボカシー協会代表理事。日本テレビ放送網のグループ、会社ライフビデオ株式会社 PR プロデューサー。株式会社、ミクシー元エグゼクティブプロデューサー。デジタル漫画協会マーケティングアドバイザー。ワンマーケティング協議会ガイドライン検討委員。元日本マクドナルドマーケティング PR 部長。 元 MTV ジャパン広報部長。元アップルコンピューター株式会社コミュニケーション、マネージャー。元日本テレビ番組宣伝プロデューサー。神奈川県出身。神奈川県立湘南高等学校卒業。京都大学経済学部卒業。1994年に日本テレビ入社。同期には、アナウンサーの羽鳥慎一と、藤井孝彦がいる。報道記者。 報道番組ディレクターとして、阪神、淡路大震災、オウム心理教事件に携わった後、広報局番組事業宣伝部にて、進め、電波少年、伊藤家の食卓、激空間プロ野球、伝説の教師、ファン、箱根駅伝、全国高等学校クイズ選手権などの番組宣伝をプロデュースする。日本テレビ退職後。 アップルコンピューター株式会社コミュニケーションマネージャーに転身 iPod 発売時の顧客コミュニケーション等に携わる2004年 MTV ジャパン広報部長に就任 MTV ビデオミュージックアワーズジャパンの広報宣伝活動責任者を務める2006年からは日本マクドナルドマーケティング PR 部長としてピタマックカータビのブログメガマックキャンペーンプレミアム ローストコーヒー、クォーターパウンダーキャンペーンなどの商品キャンペーンを実施。メディア企業での人脈、経験を活かしたバズを中心としたプロモーション活動を行い、エンターテイメント性が高く爆発力のある戦略的 PR やメディアタイアップなどの手法が注目された。2009年9月より株式会社、ミクシーのエグゼクティブプロデューサーを務めた後、2011年9月に、 自らの個人事務所として、片岡秀彦事務所を設立。企業、団体のマーケティング活動を支援する一方、フランス・パリに本部を持つ、国際的な NGO 団体で世界の医療団の広報責任者に就任し、国内の被災地や最貧国の医療、人道支援活動に携わる。戦略 PR、CSR と企業活動。 クロスメディアプロモーション等に関するセミナー講演活動のほか、日本広報学会主催の公開シンポジウム、JROJR 広告研究セミナー、宣伝会議主催の宣伝担当者向け講座、JAA 主催セミナーなどで、戦略広報、戦略的タイアップ、ステルスマーケティングに関する講演実績がある。2011年7月より、マガジンハウスのウェブがカーポにて、 インタビューコラム、片岡秀彦の NGO な人々を連載している。で、個人事務所の設立と NGO、世界の医療団に就任した理由を述べている。2012年6月より、日本テレビのグループ会社ライフビデオ株式会社の PR プロデューサーに着任したとブログ内で発表。2013年12月2日に、一般社団法人日本アドボカシー協会の設立。 および、代表理事への就任と、株式会社東京片岡秀彦事務所の設立を発表。2014年9月1日に、片岡秀彦事務所の株式会社化と事務所、移転ウェブコラム連載開始のお知らせを発表。2014年より、東京で暮らす働く女性のライフスタイルコミュニティ、東京ウーマン、プロ同士の対談マガジンプロフェッショナル団の編集長を務める。 2015年4月、一般社団法人中小企業診断協会との制作協力を発表。2015年、東北芸術工科大学広報部長、企画構想学科教授。片岡秀彦。コミュニケーションプロデューサー片岡秀彦とはダカポイコール2011年9月10日、2013年12月22日、閲覧。片岡秀彦。 PR プロデューサー就任のお知らせな人々、設立、株式会社東京片岡事務所。共同通信 p r ヤーイコール2013年12月2日、2013年12月22日、閲覧。片岡秀彦。株式会社東京片岡秀彦事務所、事務所移転ウェブコラム連載開始のお知らせ。イノベーションズアイ,イコール2014年9月1日。 2014年9月1日、閲覧。片岡秀彦。株式会社東京片岡秀彦事務所、一般社団法人中小企業診断協会と、プロフェッショナル団が試みる新しいコンサルティングの形。産経ニュースイコール2015年4月17日。2015年4月17日、閲覧。ありがとうございます。